お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらスーパーネクロマンスタークラウンチャレンジというイベントがね聞いてますので、まあ、清水ですね、はい、こちら攻略していきたいと思います。で今回のチャレンジなんですけども、クラウンチャレンジとなってます。なので別に負けても最後クラウンを取れば、最終的にクリアできると、限定スタンプがもらえるよと、ハリーポッターとかなんか出てきそうなね骨の杖のスタンプがもらえます。はい、ぜひチャレンジしてくださいということでやっていくんですけど、今回は、限定カードがあります。前回スーパーラバハンドかな、はい、あったと思うんですけども、それと同様ねこのイベント限定キャラです。はい、なのでめっちゃ強いはずなんですけど、まあちょっと強いかなぐらいですね。今回はなんともなんか微妙なちょい強ぐらいのね、アチェクイ壊れと一緒ぐらいの強さになっております。このスーパーネクロマンスターが使えます。でもマルチがねグレチャリでは使えないんでね、まあ、このイベントだけのね、このちょっと強いスーパーネクロマンスター皆さんもねぜひ楽しんでくださいということで、デッキはおすすめこちらです。もう出てるんですけど、バルーンフリーズ、メガナイト、アイスイズ、バルキリー、ロケホ入りです。早速ちょっとねやっていきながら、話そうかなと思うんですけど、まあ今回はこのスーパーネクロマンサーが絶対いるわけですよ。なんか今イントネーションおかしかったんですけども、絶対いるわけで、これは性能はネクロとマザネクとダクネですね。まあクララのネクロ3姉妹の性能が合わさったよっていうカードですね。なのでまあ肋骨で、ネクロみたいにスケルトンも産むし、ダクネみたいにコウモリも産みます。で最初はね基本スケルトンから産みます。はい、スケルトンから産んでくれて、その後はコウモリより産みます。で交互にね産んでくれます。はい、なんでまあダクネットネクロのスキルを持ってると。で倒した相手を豚にしていくよっていうマザネクの能力も持ってます。はい、3つをまあ合わせ持ったカードですということで、まあ HP もポイズンウッドとかでは飛ばない、ライトで飛ぶのかな、ちょっとそこを把握できてないんですけども、まあそこそこにね高いということで、まあ強いんですけど、結局やっぱネクロとかダクネって弱点がね、もう、もう俺そうなんですけども、マザネクのね、力のおかげで。その弱点がやっぱ範囲攻撃ですね。はい、ファルチとか、アイスイザードとか、ロケホーとか、まあそれこそ、このスーパーネクロに対して非常に弱いです。なので、今回のイベントは、まあ攻略する上で一つ、まあ大事になってくるのが、範囲攻撃を入れるっていうのが結構重要ですね。だから逆に言うと、マスケット重視とか、まあ、インドラとかは本当に活躍しないので、まあ、入れる必要がないと。そう。まあ、全然活躍しないですね。なので基本範囲攻撃を入れるっていうのが、まあ、今回大事な、ところになってきます。なので、まあ、本当範囲攻撃入れてるだけですね。で、攻めカードは別に入れなくてもいいんですけど、サイクスーパーネクロマンサーで攻めれるんでね。まあ、入れなくてもいいんですけど、まあ入れとった方が安牌かなっていうので、逆に、さっき話したんですけども、インドラとかマスクがいないんですよ。火力単体に対しての火力ある対空がいないからこその、範囲しかいないからこその、今回バルーン選択ですね。はい、いてもこういうなんだネクロのコウモリとか、スーパーネクロのコウモリとか、アイスイザードとか、すごいな、なんかすごいなってる。あとロケット押しとかプリンとかしかいないので、バルーンが通りやすいんですよっていう、まあ、このチャレンジだからこその、まあ、逆手を取ってバルーンですね。はい、だからもう基本的に、まあ、こんな感じで、まあなんだ、もうネクロマンサーとかに、まあ、ロケ砲とかアイスイスとか、まあ、ネクロマンサー合わせて、まあ余韻ときたらメガナイトに踏むなり、バルキリーで切り刻むなりしてカウンターでバルーンをつければほらよと、サンクラグッドゲーム GG ですよ。で今回のチャレンジはクラウンチャレンジなので、負けてもクラウン取れれば進んでいきます。はい、まあ勝ってサンクラ取った方が効率いいんですけども、そう、もうすぐ降ります。はい、なので、まあ、最悪もうめんどくさかったらよ、あんま言いたくないけど、もう逆サイ全無視バルキリーバルーンとかもうぶっぱでいいんですよ。最悪ね、戦後の話よ。今回僕はクラウン1個でいいんですよ。もう今14まで溜まってたんで、1個取ればいいので、まあ、最悪負けていいっていう保証があるので、まあはい、これで、まあ、今回のね、これ僕の3つ目かな、4つ今回チャレンジがあったので、まあ、全部一緒です。全部、クラウン取るだけなんですけども、まあね、最悪負けてもいいっていう、優しいチャレンジですね、今回。はい、ということで、基本的には、後ろから合図なり、こういうの出して、踏みます。まあ、踏まなんか、
踏まなくてもいいか、これは。いや、7コスまって踏みます。はい。踏むと、自然とね、低めには、こういうネクロであったり、アイスイズローキホンが残って、高めのね、メガナイトとバルキリが強いです。はい。これ、ランバーにね、したくなる人いると思うんですよ。これ、メガナイトとか、なんだバルキリーか。そう、まあ、バーランバーにしてもいいんですけども、一つ言いたいのは、バルキリーがめっちゃ強いです。で、メガナイトは、まあ、最悪だから、まあ、ランバーでもいいけど、個人的にはメガナイト、バルキリー、すごい使いやすいし、強いので、おすすめですね。うん。さあ、ネクロの、スキーがね、対応を取りながらの、いやー、バルインだけがいって、もう全残り。はい。なんならキングまでね、しっかり追っていくよっていうチャレンジですね。だから本当に何でもいいです。自分の好きな範囲攻撃入れて、あ、まあバルーンじゃなくても、ホグとかでも何でもいいと思うんですけど、バルーンのが一番攻めやすいかな。ダメージも取りやすいかなと思います。ウルトラトークンもらえるのも、普通にね、美味しいですね。さあで、全部で4つあって、上から9勝、12勝、15勝、18勝。あ、違う。全部クラウンですね。はい。クラウン9、12、15、18なんで、まあ3勝、4勝、5勝、6勝。まあ最短なんぼだ。10も計算できないんですけども、わかんないや。はい。ぐらいあるので、まあ、そこそこに時間かかるかもしれないね。1クラウンずつやってると、そう、やっぱ時間かかるので、まあそういったところを考えて、しっかりね、クラウンの取れるバルーンフリーズがおすすめです。さあ、こういうの踏んでいきます。え？うまっ。トルネードのプロ来たんだけど。ガチでやばい。今のトルネエグくね？俺の全部いかれた。みたいな戦術もあるらしいですね。まあでも、まあ、スーパーネクロマンサーのスケルトンであったり、まあ、スパーキーとか、まあ、あと今回のチャレンジ一つ強いキャラがあって、エレジャイですね。はい。エレジャイは、まあ、単純にマザネクネクロだけね、すべてに強いので、そういったところで、今回ね、います。エレジャイいるんですけども、じゃあエレジャイ使えばいいやんとか。じゃあエレジャイ引いたらどうすんのって、もちろん勝ちます。フリーズでね、固めてあげてください。エレジャイってフリーズで固めたり、あとはスーパーネクロマンサーはこのまま、もうかな。フリーズで固めてる間はユニットが出ないし、カウンターもないので、もうフリーズですね。アイスイズと、まあバルキリーでもいいんですよ。なんかとフリーズとか。ユニットでしっかり当ててフリーズ。もうフリーズ防衛をするだけで、相手のエレジャイも、スーパーネクロマンサーも、まあ無能になるので、言っちゃうとね。さあ、で、これはフリーズしたいんですけど、どうせまあ取りに来るやろっていう。さあ、来ない。なんなら取りにいらんか、これ。踏めばもう、終わりです。よいしょ。いや、強い。しかも、ロケット氏が生きる。で、これもカウントにね、バランバーン行ってもらえれば、もうこれだけでね。さあ、相手気づいて。ああ、これ、あれだ、デッキ変えるときに、ミスってトルネにしちゃったね。柳雨の方がいいですね。なぜなら別にトルネードと合わさるカードが大してないので、全然柳雨の方がいいです。柳雨の方がプリンもロキホーも何でも消せます。まあ、どうしてもトルネが使いたいって方とか、自分のデッキの中にファルチェとかを入れてるなら、全然トルネでもいいと思うんですけど、まあ、僕のこのデッキを丸々ね、使ってくださる方は、トルネードではなく柳雨の方がいいですね。さあ、で、このね、マザネクの豚がタゲを取ってくれる。熱いな。マザネクにもなり、ネクロにもなり、ダクネにも化ける。すべてになれるスーパーネクロマンサーです。さあ、で、こういうのは、まあ、せめて、まあ、トルネだとね、トルネフリーズみたいなこともできるけど、まあ、フリーズチャッチャしちゃって、引っこ抜いて、しばきたいね。まあ、柳雨でいいんだけどね。さあ、せっかくならキングを追って、時短したいところではあるが、残り10秒で、いや、これ折れないと、いや、マジでこれあれなんですよ。本当に、もう2倍、3倍試合数やんなきゃいけないので、まあ、クララを愛してるみんなならね、何戦でもできると思うんですけども、時間ない方とかからしたらね、結構クラウンス集めるのって意外と大変なので、これ、えぐくない？進んでないやんちゅうなんで、まあ、できるだけね、キング降りに行くのをおすすめしますと。さあ、残り17クラウン。やばいっすよ。だって最低最高17試合いるわけですよ。で、最低だったら、まあ、6試合か。変わってねえな、さっきと。そう、だから、まあ、キングおるのは、できるだけ優先していきたいね。だから、少々ダメージ受ける相手の攻めとかも、まあ、無視して、フリーズ打ったりとか。もう、ゴリゴリにね、攻めていきましょう。さあ、オーブン、バルーン。で、あと、遠距離来たら、
やだめ。で、スーパーネクロマンスター来たら、最初はこれスケから出るんで。これ覚えておくのも大事っすね。で、次にこれコウモリ出るんで。まあ、ここぐらいは許容できそう。さあ、で、どうしようかな、これ。マザーネクロ、スーパーネクロか。言うの忘れんな、なんかスーパーネクロっていうの。もう、マザーネクに見えてしょうがねえし、ネクロにしか見えんし、ダクネにはなかなか見えんけど。よいしょ。さあ、もう、これで勝てます。なんならね。で、バルキリーとかいたらって考えると、まあ、一旦ね、休憩してあげましょうか。さあ、ランバージャックが出るものの、いや、マジで強っ。やばくね？ランバーに殴られてたのに、殴り倒した逆に。カウンターパンチ。さあ、おばちゃん怒ったら怖いよ。ちゅうので、いいね。そう、なんかこのデッキいろいろやってて、最初ね、ボーラーとかファルチェとかを入れたデッキ、バルーンとかやってたんですけど、なんかね、ボラちゃうなってなって、結局バルキリーゲーでしたね。うん、結局バルキリー。あと、アイスティーズロケ砲だと、回転もちょっと速くなるので、まあ、1コス入れたいなら、ワンチャン入れてもいいけど、まあ、十分多分使いやすいと思うので、ぜひ、チャレンジ、攻略頑張ってください。まあ、今回のチャレンジはマジで、なんか、勝つ負けるというよりかは、時間、費やす、量が変わるって感じなので、まあ、やれば誰でもクリアできると思うんですよね。でも、いかに効率よくクリアできるかっていうのは、まあ、やっぱね、このクラロワっていうゲームで、多少時間もかかるんだよね。大事。よいしょ。さあ、ということで、守って、低めのスーパーネクロ、オアロケット押しはアイスリースで、守って相手のユニットに、メガナイト当ててのカウンターです。もうこれがね、テンプレの立ち回りです。逆にこれさえすれば勝てます。はい。で、結構ダメージ受けてますけど、僕も。全然いいです。はい。こんなん気になりません。さあ、んで、低めにまたユニット出して、低めにユニット出して、攻めてきたところをガブと、食っていきますか。さあ、これもう、相手見えてねえのかな、俺の。アイスイズとロケット仕切ってんだか、多分。あ、でも、待って。スーパーネクロだけでさては、やられちまう？ロケット押し全然投げんな、お前。ただのキノコやないかい。あー、ライドルやだ。でもこれは、やな雨でしばけんな。もう一枚誘ってもいいな。さあ、まあいいや。で、もうバルーン、ポーンでもいいが、これは、右にね、形を組んで、レッツラゴット。で、もうバルーン。まあ真ん中でもいいけどね。さあ、エリゴレとかのね、これ、インドラ見てたらわかると思うんですけど、マジで無能です。あ、この小物関係に何もできません。はい。ライドラとかもね、強そうに見えて、全然もう、お前だろっちゅう。ね。本当に、なんて言うんだ。デッキにいない、ただのお荷物になっちゃうので、入れずに行くと攻略かなと。さあ、もう今回ほんと時間切れです。頑張ってください。よろしく。もう同じことしか言えないね。さあ、ランバー来ます。後ろからユニットを出します。まあ、ここでバルーン来ても、もうメガナイトで踏んでカウンターでいいですね。でさあ、来ない。まあ、これはもう、待って、しっかり踏みます。結局、このカウンターが強いので、よいしょ。さあ、こんな感じで、低めユニットを始まるメガ。いや、豚強っ！マジで豚ゲーだな。で、相手の厄介なユニットにはワンチャンフリーズとかをしといても、いい。でも、あんなに早く死ぬならね、フリーズもクソもなかったな。さあ、いや、早い。ガチで時短。いや、マジででかい。ほい。カップ麺2つぐらいなんか作れちゃいそうですね。さあ、ん？さすがにそれは6分だってんな。あれ？俺何言ってんだ？さあ、残りクラウン8ってことは、3勝だね。でも前回のスーパーラバハンドが強すぎて。まあ今回のスーパーネクロマンサーも強いんですよ。間違いなく強いのわかるんですけども、まあ、前回と比べると、もう前回だって意味わかんなかったじゃないですか。なんか破裂した瞬間に、ね、なんかラバは2体出てきて、なんなら破裂時にファイアーボール並みのダメージあるみたいな。で、これもフリーズした方がいいですね。まあ、メガナイトで踏んでもいいんですけど、踏んだらヒーラーの回復で、全然、処理できないっていうことになるんで、基本的に、ああ、めっちゃいいトリルさせちゃった。
やばい、待って、俺の空振りメガネしてる、全部回復する。待って、これやばい、負けちゃう。さすがに耐える。そう、まあ、前回と比べるとなんかぶっ壊れとか落ちたなと思うので、運営もここに来てやべえ、前回やりすぎちまったなっていう反省のね意味を込めまして、なんかあれですね、ワンチャンこれスーパーラバーなら普通のマルチモードとかチャレンジモードに出せそうな性能してるっすね。ロッコスって強いけど、もうちょっとだけ修正して今後実装はねワンチャンありそうですね。ないか。いや全然あるよね、合体キャラね、全ての性能を兼ね備えてる。だからウィザード、アイスウィズ、エレイズの性能を持ってるなんていうカードになるんだよ。そしたらむずいな、スーパーウィザードだ、簡単や、ハイパーウィザードでもいいわけよねっていうのが、まあ次のチャレンジできそうだね。読みました、クラロワ公式の考えを読んでしまった男。さあ、でこれはまあ罰金しとけばコウモリも生まれないので、コウモリ産みたい、産ませない、いい穴埋めです。そしてフリーズです。ヒーラーなんかでも嫌だね、あのエリゴレぐらいにしかやっぱ入らないからさ、久しぶりというかね、当たるのが。さあ、相手のトルネードがね、これ絶対来るんですよ。いやー、めっちゃいいトルネ。で、ヒーラーに回復されるの嫌なので、しっかりフリーズで固めながらのカウンター。あ、メガネートで踏んでずれて、アイビズ散った。あれー、ちょっと怖いーとか言って。これは、一旦飛ばして、一本ちょっちょります。からの、僕ぐらいになると、やっぱキング降りたいので、これも許容します。はい。一本あげます。プレゼントフォーユー。これウィンウィンです。はい。お互い、ね、タワー取れて、マジで。お互いがね、嬉しい。みんな幸せ。待って、俺も開けたらさすがに、やばい。ガチやばい。ガチやばい。本当にやだ。マズレク、いっぱい豚作れ。あ、ずずずずず。さて、形組んで、もうキングにバルーン飛ばして、サンクラ降ります。はい。いやー、サンクラ折れねえか、あれ。邪魔だな、あいつ。ちょっと待てよ。待てよ。ちょ、待てよ。いや、いけんな、これ。キング、キング、キング。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。ガチで。いや、頑張る。スーパーネクロ、HP が高いんですよね。決まってく。で、こういうのもあり。もう、やっぱ、キング取り得なんで、一本上げるっていうね。これ、ウィンウィンです。決して煽ることも何でもなく、遅延行為とかでも何でもなく、ただのウィンウィン。さあ、あと5いける。よろしく。もう、喋ることもねえな、チャレンジだと。ネクロ出して、それだけ。簡単や、これ。来ました。エレジャイです、皆さん。お待たせいたしました。エレジャイは、あ、これバルキリーから入った方が良かったですね。じゃないと、全部豚で100匹完成みたいなことがありえます。いやー、フリーズがあとないです。まあでもここはもうバルキリーと、君がフリーズ使うんかい。さあ、アイスイズですね。アイスイズの遅延もそこそこ強いのと、で、今回に限ってはいらないですね。エレジアと7コスにもなってるから、変にフリーズも使わなくて良さそう。いや、ガチ暇だね、これ。スーパーネクロ持ってるから、バルーン飛ばしてもね、カウンター来ちゃうんで、メリポン？謎にあなたはエリポンでしょうか。さあ、メガナイトで、いや、バルーンつけるかないもな。これ多分ロケホと、スーパーネクロの方が、あ、めっちゃ許容してくんな、こいつ。ガッツやばいわ。もうキングおることしか考えてない。あ、もう天才だな。一本これ上げていいからな、別にこのモードだとね。え、メガナイトもしかしてエリポン壊す？分かってんね。いや、天才いたわ。さあ、で、カウンター来ると。で、これに関しては、まあ、エリポン分のアドがあり、さすがに守れない。ので、冷静に、いろいろ舞台になってもらいながら、スーパーネクロを処します。はい。無理に守れないときはね、今回のチャレンジだと特にこう、守んなくてもいいので、
まあ、こんな感じでね、ユニットを残して、レッツ、ブー！いけいけ！あ、でも相手のこの低めユニットの使い方がうまいね。あ、でもマハイ、あー、フリーズか。いや、これだって、あー、いやー、これは、ちょっとここ残したいんで、ここ残るだけで、メガネとか飛べる。熱い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 。で、しかも、ブーの誕生。あ、めっちゃいいやん。で、真ん中っぱ。いいね。さあ、という風な感じで、エリジャエも、しっかり、締めてくー。いや、めっちゃいいな。楽しいね。でも、こういう限定に行ったらと。もうでも、結構ペース早いな。前回ラバ来てから。そうだから次の限定ゲーム早そうな気がするが、さあ次でハリーポッタースタンプですね。さあよろしく。ナイトキング、まあハリーポッターは見たことないですけどね、全く知りません。いでよ。いやマジでわかんない。さあよいしょ、バルキリー。これも結局許容ゲーです。相手のトルネードがね、いいですけども、トルネードを使ったら、皆さんどうなりますか？バルーンが止まりません。はい。正解です。バルーンが止まらないので、あなたはおしまいです。で、ベビドラも、そんな強くないですね。このチャレンジだと。スーパーネクロの体力が高すぎて、これで結構きついですよ。で、もう一枚ニット使った瞬間、バルパーン！これコースがないので、終わりです。で、なんならこのコウモリでスケキンやれると、熱いね。まあ、単体バルーンで、多分折れなくなったのは痛いですけど、さあ、折れはしないが、だいぶ痛いで、これ。ガチで痛い。さあ、アイウィズ。もう勝ったかな？これだと後ろ出して、カウンターするだけ。シンプルです。で、ロケを回しちゃって、フリーズで、自陣入ってきたから、凍らせてね。動けなくさせちゃう。はい、ロケホーン。ロケコちゃん。いやー、トルネードしてるけど、意味がない。メガナイト間に合ったらメガナイトですけど、間に合わないので、バルーン、姉ちゃん。で、もう、はい。敗北の構えです。あー、これでもボンバちょっと邪魔なんで、いや、打ちまーす。からの？コストがねえんじゃ。いけ！いけ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 、早く行くんじゃ。おりゃ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 。えい。いや、いいですね。まあ、多分そこそこに、ゴミデッキではない方だと思うので、僕もごくまれにゴミデッキ産んじゃうかもしんないんですけども、結構まともなデッキを作った方だと思うので、まあ、ぜひね、チャレンジの、はい、デッキこちら参考にしてください。ホネスタンプゲッチューン。ということで皆さんも頑張ってください。チャンネル登録もね、お願いします。お疲れ様でした。